皆さんこんにちは。シネマティッカビデオグラファーの高岡健吾です。今回ご紹介するのは、実際の映像をアニメのような表現に変えるポスタリゼーションエフェクトになります。冒頭の映像は以前公開した Do I Follow My Heart という部分の一部のエフェクトになります。で、このポスタリゼーションエフェクトなんですけれど、これについては自分がゼロから編み出したものになるので、世界中どこを探してもないチュートリアル映像になると思ってます。もし他で公開されてたらすいません。ではこのポスタリゼーションエフェクト、面白いな、使えると思った方はぜひ自分の作品に取り入れてみてください。編集作業に入る前に、フレームレートについて理解しておく必要があるので、簡単にフレームレートについて説明させてください。フレームレートというのは、1秒間あたりに、使われている写真の枚数を表す単位になります。動画というのはパラパラ漫画のように何枚もの写真が組み合わさって一つのものができています。 24fps というのは、1秒間あたり、24枚の写真で、動画ができています。30fps だと30枚、60fps だと60枚のというふうになっています。実はフレームレートというのは2種類あります。1つ目が、カメラを撮る際のフレームレート、もう一つが編集ソフトでのフレームレート、基本フレームレートと言ったりします。で、フレームレートの話になった時にはどちらのフレームレートについて話をしているのか思い浮かべてみるといいと思います。で、今回のポスタリゼーションエフェクトでは特に編集ソフトの方の基本フレームレート、これがポイントになってきます。ではここで問題です。編集ソフトの基本フレームレートが 24fps で、2秒間のアニメーションが必要な時には何枚の写真が必要になってくるでしょうか。皆さんもお分かりだと思うんですけれど、 24fps というのは1秒間あたり24枚の写真が必要で、2秒間のアニメーションが必要ということなので、 24×2 は48、つまり48枚の写真を準備することでこのポスタリゼーションエフェクトが完成します。なので、自分が必要とするアニメーションが、何秒なのか、それを考えてその分の写真を準備すれば、このポスタリゼーションエフェクトは完成します。今回使用するのは Adobe の Premiere Pro と、Photoshop になります。はい、では実際の編集画面に入っていきましょう。はい、ここからは Premiere Pro での作業となります。で、今回の、Premiere Pro での、基本フレームレートは 24fps です。で、2秒間のアニメーションを作ろうと思うので、先ほどお話ししたように 24×2 で全部で48枚の写真が必要になってきます。カットはこんな感じです。で、まずやってもらうことは、その1フレームごとにまずこの実写の写真を書き出していきます。で、基本的にはこちらの方に、フレームを書き出しというふうなものがボタンがあるんですけれど、48枚も使うってなるとちょっと面倒なので、自分としては基本的にはこのフレームレート書き出しのショートカット、コントロールシフト E、 これでどんどん書き出していくようにしています。ショートカットキーを使うと時間が短縮になるので、ぜひこのショートカットキーを使って全部48枚の写真を書き出していきましょう。はい、ではここからは Photoshop での作業となっていきます。先ほど Premiere Pro で書き出した写真がこちらにあります。この写真をポスタリゼーション化していきます。Photoshop で、数値を変えるのは主に4つ、シャドウハイライト、ぼかし表面、エッジのポスター、油彩、この4つの数値を変更していきます。はい、シャドウハイライトはまずは、イメージ、色調補正のシャドウハイライトで、数値はこのようになります。基本的にはポスタリゼーション化は、明るいものになってくるので、ちょっと明るめの数値、こういったところになってきます。これを参考にしてみてください。はい、じゃあ2つ目がぼかし表面。ぼかし表面は、フィルターから、ぼかしのぼかし表面ですね。で、数値的にはこれ5、色地中のこんな感じでお願いします。はい、適用、少し肌が滑らかになりましたね。はい、続いて、3つ目がエッジのポスターですね。
エッジのポスターは、フィルターから、フィルターギャラリーのエッジのポスタリゼーションですね。ここでエッジのポスタリゼーションを探してみてください。数値的にはこういったところですね。エッジの太さ5、エッジの強さ0、5なんですけれど、これはまあ自分の好みなので、いろいろちょっともう少し、輪郭をはっきりしたいという方でしたら、こういうふうにエッジの強さを強くすると強くなります。個人的にはもうちょっとエッジはまあ1か1でもちょっと大きいんで、自分としてはもう0で、0で十分かなと思ってます。はい、まあ、こういったところはもう本当に個人差なので、自分の好きな数値をいろいろ触っていじってみてください。適用します。はい、最後の4つ目が油彩。油彩はフィルターの、表現手法の油彩ですね。はい、数値的にはこういったところをまた参考にしてみてください。はい、適用します。はい、こういったところで1枚目の作業が終わりました。これを48枚続けていって、アニメーションが完成します。はい、ではここからは再びプレミアプロに戻ってきました。タイムラインに先ほどフォトショップの方で加工した写真を1枚1枚アップロードしていきます。画像シーケンスで読み込みっていう風な方法もあると思うんですよね。例えば読み込みで、この、画像、全部で48枚、これを画像シーケンスにチェックをして開けば、写真が、動画になって、まあ、読み込まれてるんですけれど、これがちょっと自分の設定のなのかわからないんですけれど、読み込む際の設定が何かちょっとわからないんですけど、48枚あってこの基本フレームレートが24fps なので、基本的にはここガチリハマるはずなんですけど、ハマってないので、どこが自分の読み込みが悪いかもしれないので、自分としては 1枚ずつ、写真を載せていきます。ちょっと面倒なんですけどね。このように全部48枚を載せていきます。はい、48枚すべてを、載せることができました。動きとしてはこういうふうにポスタリゼーションした映像が、できています。元の映像はこんな感じです。元の映像がこれ、ポスタリゼーションしたものがこれになります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ポスタリゼーションエフェクトについての解説は以上となります。今後もこういったチュートリアル映像を撮影していこうと思いますので、感想をいただけたら嬉しいですし、こんなチュートリアル映像を解説してほしいというものがあれば、コメントお待ちしています。はい、こんな感じで本日の動画は以上となります。本日はどうもありがとうございました。